白ピゲは、ああ、ちょっと待って、間違え、おー、倒した。セルズどうも、ココナスです。バンジェラス楽しんで配信しておりますので、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。ということで、今回は、ロジャー船長、現環境評価検証。はい、ということで、リクエストいただいておりました、ロジャー船長を使って環境どれほど強いのかやっていこうかなと思います。赤犬が登場して、すっかり出現率が下がったんですが、ちょっと前までは環境ビッブイ言わせてましたよね。ただ現在は赤環境なんで、それがどれほど影響が出ているのでしょうか。赤犬の登場前にロジャー船長の復刻も来ていて、頑張ってね、当てた方もたくさんいると思います。そのロジャー船長が現環境でも結局強いのか検証やっていきましょう。はい、決勝演出ということで、個人的になんか好きですね。スリラーバーグやってまいりましたと。極力今回も中距離を保っててね、頑張っていきましょう。で、終盤やっぱね、終盤火力がすこぶる一番最大まで高いロジャーってめちゃくちゃ強いと思うんですよ。なんで頑張ってちょっと生き残っていこうかなと。ここは赤犬さんにお願いして、僕はチロピゲに行きます。あ、オッケー、1、2のでカムサリで決めていくと。チロピゲきついよな、環境な。ちょっと待って、避けて、1、2の、はい、1、2の、これはドクロ爆発層だけ意識して、おい、どこやってんねんお前、通常攻撃。どう、あんな警戒してたのに普通に当たってくる。さあ、ここはちょっとお願いしちゃって、はい、オッケー、全然当たってない。さあ、ここちょっとどんどんされて、フランキーの上位互換、フランキーの上位互換の攻撃。いや、またこれ火力チャラヘッチャラは一番きついんで、ちょっとそこだけは注意だね。なんで、とりあえず、まず生き残る。で、カマサリをしっかりと当てて火力を上げていくっていうところで、今回はその作戦で頑張っていきましょうと。で、ここをロジャー船長もやっていきたいんだが、ロジャー船長、普通に火力、今こっち上昇中なんで、おお、そこ捨てるんかい。待って、フェイク。あ、オッケー、ズドーン。オッケー。もうでもだいぶ火力高いね。で、初期合わそう。ちょっと間に合うか。でもゲッターじゃないから多分大丈夫だと思うんだけど、誰？赤犬さん大丈夫か？ 1,2 の、1,2 の、オッケー、来た。よし、火力高。赤犬さんもこういう風に火力がぐんぐん上がってれば倒せますよと。で、裏取り大フィーバーだな。誰や？スリラーバーク、すぐ裏取り来るから、ちょっと怖い。あ、ロジャータイマンはいかにスキル2を後出しするかの、あいしょ、後出しの極意、清哲平だけ、おっしゃ。黒子のバスケの清後出し。もっと裏取り大フィーバーだな、本当に。とりあえずここまで火力上げたらもうマジで終盤強いんで、とりあえず生き残ることを、あそこ対応してくれたんで上行くか。本当に、まず、ここで、しっかりと生き残り、終盤に備える。で、終盤、マジでロジャー船長強いから、火力高いと。赤犬とかもそういうの、置いといて、あそこ、生き生きどんどん、裏取りは、大丈夫どんどん。さあ、相手ブースト来た。はい、あそこ、後ろにめがけて、ちゃんと、倒していく。さあ、チロピゲは、ちょっと待って、間違え、倒した。ボタン、間違えてスキルボタン押してたけど、ここいける、強い。間違えていますチロピゲ間違えて、ボタンを、スキルボタンを押しちゃったんだけど、倒せちゃったっていうね。なんか、頑張ろうな、白ひげもな。いつか頑張って使うからな。ここスーパーサイヤ人取って、さ、チャラ、これこそチャラヘッチャラモード。ここも大丈夫。さ、かぶさり、こいつ。強すぎる。はい、決勝お願いいたします。ってことで、もう赤犬さんばっかり怖すぎ。本当にね、赤犬さんばっかだとちょっときついかなと思うんで、ここしっかりとまず大きい火力上げてって、で、あそこ被ってしまったのは、申し訳ないけども、やっぱロジャー選手を今日、どっちかというと中距離で、あそこのあんなとこに入ったらもうひとたまりもないから、あんま近づきすぎず、本当に中距離とか、ちょっと後ろ気味、なんかいい感じの距離を保ってって、やっていこうかなと思います。で、まずカムサリとかね、当てて火力上げていきたいんですけども、あんな治安悪いやろ。怖いもん、あんなとこに行くの。で、あそこで、行きすぎると、ズドン。じゃあ無敵かい。じゃあ無敵見えないんだって。ちっちゃくない、無敵のあれ。もうちょい大きく表示してほしいんだけど、マグマク中の無敵。なんか騙してくるやん。じゃあ自分が見てないだけだけど。もうちょい大きくしてほしいわ。で、そう、こう近づきすぎると、ちょっとマグしちゃうんで、いい感じのちょっと距離感で、カムサリを当てれるぐらいの距離感でいたいね、極力ね。で、近づきすぎると、もうボーンと燃やされちゃうから、いい感じのこの、中距離ぐらいを保ってやっていこうかなと思います。で、さあ、あそこ大丈夫そうだね。で、こっ
ちが、こっち、熱い、これ巻き込まれるから、こっちやばそうか、一旦ここで、しっかりと、かまされ当てれる距離にいとくという。で、ここちょっと、手伝いながら、ここはロウ君が来たんで、しっかりと、お、強っ。強、ここ。上、上3旗取って、で、ロジャー一体の、赤犬さん2体だから、これ非常に強いですね。なんで、ここは中距離を保つ、オッケー、マックスルー普通にもカムザリが強い。さあ、あっちもなんとかなりそう。で、で、この真ん中ぐらいにいて、で、B でも、D でも C でもいけるぐらいにしとく。で、これでしっかりと対応を練っていきましょう。で、火力はもうグイグイ言わせてますんで、さあ、そこは飼い主さんに言いたいけど、マグマグ来る前に、オッケー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 、マグマグ来る前にちょっと極力倒しとかないと無敵入られるとめんどくさいからね。なんで、あそこはもう赤犬さんにお願いしとこう。で、こっち来る、絶対来る。よし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 。4番さんがごめんって言ってたから、いける！よし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 。4番さんごめん言って、まあまあ多分負けたいんやろうなっていうところで、はい、オッケー。まあ前線来るだろうなっていう感じよね。で、こうやってしっかりと真ん中で、この上3旗守れば勝ちだから、そこだけ、熱いです。熱いです。安藤先生、熱いです。まあ、上3旗守れば勝ちでやろうという、いや、赤犬にとかマジで強いんだけど、任せろ。はい、避けられてった。んで、さあ、ここちょっと、まず無敵剥がして、もう火力最後終盤ガチ高いから、ここもしっかりと剥がす。あ、オッケー。いや、赤犬さん様様。はい、ええ、今日はよろしくお願いいたします。ということで、今回はね、ロジャー船長環境をやっていこうかなと思います。もうすっかりね、お相手さんも赤環境になっておりまして、まあ、それがね、どれほど影響出るのでしょうかっていうところだと思うんですけども、まあ、やっぱね、普通に強いとは思うんですけどね、お、下9体、これ、あれか、赤ロー、あれじゃなくて、鬼ローやから、あれこれ当たらんよね、別に。んで、おい、追いかかるように、ルーム、ね、しっかりと、まず個人的にやっぱロジャーはね、中距離、まあ赤いのもそうなんだけど、中距離をちゃんと保ちつつ、いかにね、生き残って、危ない、いかに生き残って、まあ、あの火力をどんどん上げていくかっていう、OK、ノールック、しっかりとマップで当てに行くっていうね、たまたまうまくいったけど、危ない。まあ、しっかりとまず生き残って、で、最後終盤にどれほど強く入れるかっていうのが、まあ、肝なんじゃないかなと思います、ロジャー選手は。なんで、しっかりそれまでに、あの、カムサル5回当てといて、完全火力帯にしとく。うん。で、これ取り終わりギア絶対狙ってくるんで、しっかりとカムサルをぶち当てきます。で、ここはもうお願いしちゃう。体力大丈夫そうか。大丈夫。よし。大丈夫。よし。んで、まあ、そういう感じでね、まあ、しっかりとまず生き残るってことをちょっと意識して頑張ってやっていきましょう。タッチオデンさん来た。やばいよね、だよね、さすがね。まあ、これはちょ、カムサリ間に合うかな。オッケー、間に合いそう。よいしょー。いいね、強い。ガーティ強い。っていうところで、まあ、そこちょっと誰か行かな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 か。これちょっと、鬼色やばいんだけど、本当に強いよな。いや、普通にえぐられるな、スキルにやっても。で、ここ、振り返り美人。はい、熱い、オッケー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 。いや、鬼ロ怖い、マジ鬼ロ怖い。いや、鬼ロ強いよね、普通に。ロジャー戦場環境の時、鬼ロとか普通に強かったもん。まあ、今でも全然強いと思うんだけども、とりあえず、あそこ、ダヤバッソを、1、2の、で、ここでカムサリをぶちゃって、オッケーオッケー。もうすでにだいぶ火力高いですね。こんだけ火力上げれば、あの、終盤戦、あの、結構大丈夫。んで、おでんさんこっち来た。んで、あっちはおでんさん。まあ、あっちちょっとお願いしちゃって。ウソップいけるか、いける大丈夫こっち来なくなった。大丈夫そうじゃあ、まあ、ウソップなら普通に、OK、大丈夫。んで、ってことは、ここちょっと前線上がるか。まあ、とりあえず3肌守ればいいから、OK、お、任せろ、赤犬さん。赤犬さん任せ、くれ、待って、オッケー、ここで、オッケー、全員ぶち当てる、オッケー。さあ、ここしっかりと全員ぶち当てていって、で、避ける。んー、でも、ここ通常でいける。ナイス、火力高え。これ、終盤ガチ強いんだ。火力高すぎて。はい、オッケー。いいね。いや、普通に強いわ。早げ勝をお願いいたします。っていうちょっと一昔前のね、一昔とか昔ってほどでもないんだけど、一個前の環境のね感じになってるんですけども、まあ、とりあえず赤犬さんもいるんでね、頑張っていきましょうと。
で、おいた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 、このこのガトリングがマジでフランキー。さあ、ここちょっとお返ししといて、まあ、あっちの方がパラメータ強化中なんで、当たるダメージはこっちの方が大きいですね。さあ、あそこの、やっぱさ、ベビーハイブのやつ、マジでフランキーなんで、フランキーも参加さ、フランキーをさ、あれ、マジで、何あ、もう喋れねえからいいよ。ちょっと待って、これやばそう。はい、オッケー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 。まず、しっかりとね、耐久していきたい。しっかりと耐えてって、カムサリで終盤に、まあ、ボーンとやる感じ。語彙力やばいな、もう。あ、ちょっとお肉危ない。で、オッケー、カムサリしてって、おいおいおい。ガトリング、めちゃめちゃ楽しそうだな。おうおう、お前もかい。お前もかい。もフランキーも参加させてくれよ。この、時代はガトリングなんか、ここしっかりと倒してって、ナイス。で、おい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 、熱い熱い熱い。燃えろ、ちょっとなんか股間燃えとんぞ。大丈夫か誰に危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。今、カムサリミラーだって言えば危なかった。今危なかったわ。今のは確かに股間燃えるわ。こっちは赤根さんきついわ。ちょっとなんとか耐えていきたいんよな。こいやばそう。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。こうなんとか耐えたい、なんとか耐えたい。ここ一回距離を置きつつ、で、ブースト来るまではちょっと死ぬわけにはいかないんで、ナイス反骨級。さ、オッケー、当たったね。これ当たったらいけるぞ。しっかりとここまず無敵入れて、オッケー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 。いや、でかいでかいでかい。ちょっとこれ旗抜いて回復したいな。でさ、ここからブースト来るんで、あ、また、今、ウソップいたら、ウソップにあげればよかったな。ミスター、ちょ回復したかったん。申し訳ねえ。回復したかったん。で、ちょ、ブーストまでなんとか耐えてたんで、よし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 、ナイス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 。さ、ここちょっと、あ、いやー、だだだ。マグマグ状態に、なる前に極力倒して、やばい。あ、はい、ということで、今回ちょっと浦沢先生をお呼びしております。頑張っていきましょう。まあ、沢先生もね、何一生懸命生きてますんで、あそこ3時体力的に大丈夫そう。超電大丈夫じゃなさそう。あ、オッケーオッケー、ここ取ってってさ、先生あ楽しいよな、普通に。なんか普通に楽しくて使っちゃう曲、なんかあれじゃ別にめちゃめちゃ強いわけじゃないんだけど、なんかすごいちょくちょく使っちゃうよね、サー先生って。なんかオッケーオッケーオッケー。でここ来てくれたんで、僕はあっち狙いに行きます。これサー先生の裏取りじゃないけど、このスピードアップしていきまして、でここで、赤根さん足遅いんで間に合いません。これサー先生のこのダッシュ速度の速さ、ダッシュ速度の速さ、どっちも速い、あ、頭痛が痛いみたいな感じになっちゃってる。さ、ここしっかりとオッケーオッケー。さ、20秒耐えるぞサー先生。初期値増加をしっかりとかましていき、また後ろのスーパーサイジン食べたいな。頑張ってて、燃やされてもどんどんオッケーオッケーオッケー。さあ先生、耐えるぞ、頑張って耐えるぞ、こいつに頑張れ。また回復入れてって、で、あわよくば、あー、また頑張れ。さあ先生頑張れ。さあ先生、オッケーオッケーオッケー。耐えた、えらいえらいえらい。